人々よ、私は予言の力でお前たちを災いから守ろう。お前たちの中には運命に抗おうとする者が大勢いるだろう。私の予言に耳を傾けよ。これこそが運命のお導き。笑顔を絶やさぬために私はこの力を使おう。そうだ、これが嘘というものの力だ。嘘から始まり、嘘で終わるのがこの私の人生。時には私が嘘をつき、時には他人が嘘をつく。嘘はよく悪だと言われているが、願いと呼ばれる時もある。あなたは自ら私を育てることを選び、自身の運命を選んだ。そうかもしれないね。あるいは私はただ許せなかっただけかもしれない。数千年前の高天ヶ原で月の影や星々の輝きすらなかった夜空の下、あの寂しい月海に一人で生まれた自分のことを。心が乱れて己を律するのだ。己の務めを忘れるな、鈴彦姫。でも吹雪は止まない。神もこれだ。この壇上には本当のものなんて一つもない。私は聖女だから、自分の感情をずっと抑えてきた。ご神家に焼かれる痛みにも耐えてきた。結局このありさまだ。ならばいっそのこと心を捨てて暴れまくって、炎に心を委ねてしまいたい。そうよ、心が灰になれば私を縛れるものはきっとなくなる。俺は彼らを、この世界を愛している。だから守り抜く、最後の一瞬まで。俺はこれより千年後の未来にヤマタノオロチの討伐に向かう。そして高天ヶ原に戻って審判を解け、その後命果てよ。あなたを待つ結末が変えられなくても戦うの？ああ、君たちが迎える結末を変えられるなら。生きるとは悲しい結末を知ってなお運命に抗い続けること。スサノオ、彼こそが真の守護者。結んでみせる。これでお主らは運命によって結ばれたぞ。
ありがとうございます。アマテラスよ、ついにこの日が来ました。ここ数日、私は雨の幅切りに封印された悪人の神格を抽出しました。六柱の悪人で一柱足りませんが、時間が惜しい。神格の保管はこれで足りるでしょう。光は闇に飲まれることなく、あまねく降り注ぎます。イザナミ様、もう二度と私の愛する世界を滅ぼさせはしません。悪人たち、私から生まれた神格のかけらたちよ、再び私と一つになるのです。